はい。基本一人です。いつもありがとうございます。今日はね、2月の最終日ですね。29日土曜日です。午前10時ぐらいですね。今回はですね、トイレットペーパーの話ですね。いざとなったらね、最悪ね、トイレットペーパーいらないよっていう話をね、していきたいと思います。実はね、1時間ほど前ね、 えー、トイレットペーパーがね、そろそろないよっていうことで、あと二つしかないっていうことで、えー、っと、薬局とスーパーにね、えー、ちょっとトイレットペーパーね、えー、買いに行きましたね。そしたらね、見事、えー、品切れですね。三軒回りましたけども、えー、品切れでした。それでですね、僕ね、テレビあんまり見てないんですよ、実は。だからね、トイレットペーパーがね、品切れ状態になってるっていうのはね、 あんまり知らなかったんですね。えー、それでね、ちょっとびっくりして、まあ、ちょっとね、変えずに帰ってきたんですけれども、まあ、そのことについてね、ちょっとね、今回ね、えー、っと、まあ、ちょっと、新聞をちょっとね、リサイクルに出すためにね、束ねながら、まあ、これリサイクルに出せば、まあね、またね、トイレットペーパーになって帰ってくるということで、まあ、 ちょっとね、お話ですね。<laughs> まあ、要するにね、なんかね、昔古い時代だとね、50年ぐらい前とかってオイルショックっていうのがあったんですね。その時にね、僕子供だったんでね、よく覚えてるんだけどね、トイレットペーパーがね、ちょっとなくなって、ちょっとパニックみたいのがね、結構ね、あったんですね。 それでね、それからね、なんかいろいろ災害とかね、ちょっとあるとね、やっぱりトイレットペーパーってね、なんかなくなるんですよね。なんでかなと思うんだけど、不思議な現象ですね。多分、日本独特のね、なのかもしれませんけども。で、まあ、とにかくね、何が怖いってね、やっぱりね、えうんこが怖いんじゃないかなと思うんですよね。 結局ね、今、みんな、みんな清潔な生活してるからね、なんか自分のうんこもね、えー、汚くてね、触れないみたいなね、えー、状況に結構なってるんじゃないかなって。だからね、なんかね、えー、本当はね、放射能とかね、えー、なんか悪いウイルスとかの方がね、怖いんだけど、なんか、えー、身近ではね、結構、うんこがね、えー、怖いっていうね、えー、そういう感じじゃないですかね。自分のうんこ、手についてどうですかね、皆さん。 汚いなぁとは思うかもしれないけど人で個人差あると思うんですよねもうそれがもう自分の運行が手につい指についただけでね震えるぐらいねちょっとねパニックになるような人もえひょっとしたらね今の世の中なら結構いるかもしれませんねそれでね僕はね今度ねトイレットペーパーなくなっても平気だよって話をえしたいんでねどういう話をしたいかっていうとねえタイとかねインドなんかはね トイレットペーパー、ちょっ、つい最近までね、使、結構使わなかったんですね。でどんな感じかっていうとね、えー、小さなね、手桶というかね、えー、バケツみたいな小さなやつをね、使って、えー、水をね、流しながら、まあうん、あの左手でね、えーまあ、うんこをね、洗う。うんこがついたところを洗うと。で、済ませ、それで終わったら、まあ、手もその水で洗って済ませるっていうね、そういうね、文化がね、結構あって、 僕はね、旅行の時にそれやってたんですね。まあ、あの、トイレットペーパーね、買うとね、インドは高かったんで、そういうことしてました。で、まあ、それやるようになってからね、割とね、自分のうんこってそんなにね、汚いもんじゃないんだなっていう感じがね、えー、してますね。だからね、今回ね、最悪ね、トイレットペーパーがなくなってね、どうしようもなくなったらですね、今、日本だとね、あのウォシュレットとかあるじゃないですか。 だから、ウォシュレットの水を出しながらね、左手でいいと思いますけど、まあ別に右手でもいいですから、とにかくそれで、あの、えー、お尻をね、洗って、それで、あの、その後ね、自分の手も洗って、で、近くにね、タオルとかをね、用意しといて、それで手を拭くという感じにすればね、結構ね、トイレットペーパーなしでもね、えー、結構ね、出られますね。 それでね、最初の1回目っていうのはすごく抵抗を感じるかもしれないけどね、もうすぐ慣れちゃいますんで、そんな感じでね、ウォシュレットの水使って、えー、手でね、洗ってね、で手も最後に、えー、タオルで拭いて済ませるっていうね、えー、それがあるんでね、あの、別にね、トイレットペーパーがこれからなくなってもね、別にパニックにならずにね、今僕が言ったことをね、ちょっとね、やってみていただければなって、な、え、て、ー、勝手に思ってます。 はいえー、新聞リサイクルしたね、えー、スーパーでねトイレットペーパー買えましたね。 まだありました、えー。ここはね、割とあのー、地元のね、端の方にあるね、マイナーなスーパーなんでね、ありましたね。よかったよかった。まあね、最悪あのー、手でね、洗えばいいかなと思いましたけど。あとね、ついでにスーパーで買い物してきましたね。結構安く買えましたよ、いろいろ。まずね、 ダブルソフトですね。これ大体いいね、うちのあたりだと200円から150円しますけどね、今日だけ98円であったんで、買いました。あとね、レタスもね、150円ぐらい最近するんですけどね、98円で買いましたね。あとね、ニュージーランド産かなちょっと大きめの4分の1の結構大きいですね。えボ、ー、かぼちゃですね。これが88円ということで。 よかったですね。で、このスーパーはね、えー、とにかくね、あの、朝10時だったんでね、えー、朝9時からね、えー、買い物行ったんでね、えー、見過ごしてましたね。で、買えてよかったです。えー、シングルロールを買いましたね。まあ、母親はね、ちょっとね、えー、どうしようなんて言ってたんでね、えー、よかったです。はい。 ということで、えー、現場からは以上ですはい、えー、トイレットペーパーね、えー、買って戻ってきてですねちょっとネットで調べましたねそしたらやっぱりね十分ね、えー、在庫がね工場とかに、えー、あるらしいんでまあほにねそんなに心配してね会員に走るってことはね えー、しなくていいみたいですね。話題はね、えー、ガラッと変わってですね、ちょっと発作的にね、えー、僕の今好きなね、YouTuber をね、えー、一人紹介したいと思います。えー、こちらの方ですね。どこにでも行くドスコイさんという方です。あと、サブチャンネルにね、裏ドスコイというね、えー、チャンネルがありますね。えー、どこにでも行くドスコイ、えー、チャンネルはですね、 1>, えー、1万8000人今チャンネル登録者がいます。そしてね、ウラドスコイが、えー、3200人ぐらいかな、えー。やってますね。でね、旅系の YouTuber ということに一応なってますけどね、えー、僕のね、旅系、僕も旅系 YouTuber みたいなもんですけどね、僕のチャンネルの旅とね、全然、えー、動画のこう種類が全然違うというかね、 どういうふうに違うかっていうと僕の,あの旅の YouTube の動画はですねどっちかっていうと、えー、旅のストーリーですね、えー、今日一日何をやったかっていうのをこう続けて、えー、流していって見てる方にこう一緒に旅をしてるっていう感じに、えー、見せるっていう感じなんですね。でこの方はねどっちかっていうとねトピック型旅系チャンネルというかね こういうところに行ってこんなすごいことが,がありましたみたいなね感じのねちょっとねトピックっていう感じで、えー、面白く扱うっていうね、えー、チャンネル旅系の、えー、チャンネルですね例えばですね、えー、インドの、えー、と満員電車に乗ったらちょっとびっくりしちゃったみたいなそういうテーマでこう撮るわけですね。だから、ね、別に、ね、旅が、ね、好きじゃない人でも えー、まあ見てもらえるっていう感じのね、えー、エンタメ系旅チューバーみたいなね、えー、そんな感じですね。で、この方もね、なんか見たらね、言ってたんですけど、旅動画ってね、やっぱり旅が好きな人は見るけどね、あんまりあの旅興味ない人にはね、あんまり見られないと。で、僕はね、あの旅が好きじゃない人でも見られるような、えー、旅の動画をね、作りたいみたいなことをね、 以前言っててね、それがね、僕にはね、ちょっとね、すごくね、えー、印象的だったですね。で、僕の YouTube のね、チャンネルってどっちかっていうとね、旅慣れた人が見るっていうね、チャンネルで、どっちかっていうと初心者が見るとね、よくわからないっていうことをね、そのまんま、あの、まあ、要するに解説もしないでね、どん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 進めていくようなね、えー、動画をね、今まで作っててね、ちょっとね、反省させられましたね。 だからね、この方がね、例えばね、どんな動画撮ってるかっていうとね、和歌山県と大阪のね、県境に行ったみたいなね、動画作るんですね。でもね、その県境ってね、実はそんな大したことないんですよね。ところがね、この人がなんとか、まあ、力技でね、えー、それをね、なんか面白くしてしまうんですね。そういうね、あのー、とびっきりのね、個性のあるね、YouTuber なんですね。 まあこういう撮り方もなんかすごくいいんじゃないかなってちょっと思わせてくれましたね。これ生配信のね、えー、映像を,見をちょっと,と撮らせていただいたんですけどね、えー。30過ぎのね、男の方なんですけどね、えー、エルモのね、被り物して喋ってんですね。その辺がねよ、よく似合うっていうのがちょっと不思議な感じですね。しかもね、 えー、初めて見た時はねこの方ねあの女の人と思われるんですねみんなね3040前後のね、えー、おばちゃんみたいなねテイストなんですねところがね実際はね30代の男性の方ででまあそうするとねちょっとあの女性っぽいんですねすごくね中性っぽいっていうかそれでねなんか喋りが面白くてね、えー、ちょっとね L 今で言ったら LGBT って言うんですか、えー、僕はねゲイの方じゃないかななんてね、えー、勝手に思ってたんですけどもね、えー、皆さんそう,いうふうに思うらしくてね、えー、なんか、えー、でも実は、えー、女性が好きですよみたいなことを言ってたりとかとはいえね意外と部屋の中にねぬいぐるみがねこんな感じで、えー、3つぐらいあってね そのぬいぐるみを使ってねなんかねぬい,ぬいぐるみがあのしゃってるような喋、えー、りをね自分でやってみたりとかなんかねちょっとねうーん不思議な空気を持った、ねえー、YouTuber さんですね。またね生配信の、ね、アーカイブがね残ってるんでね是非ね見ていただきたいんですけどねもう本当に生配信が一番おすすめですね。 で、常連さんの方がいてですね、その方とですね、えー、コメントのやりとりを、えー、生配信の中にするんですけど、それがねもうもう、もう本当にね、絶妙というかね、特にね、常連さんでね、直樹さんっていう方はね、実際ね、ツイッターでね、えー、どすこい応援アカウントみたいのを作ってね、ツイッター、Twitter、で発信してたりとかですね、あとは適当ライダーさんなんていうね、 えー、常連さんがいてねその方との、えー、やり取りがねすごく面白いですねだからねこの方ね、えー、本当にね別に旅をしなくても結構面白いんですよだからね自分の生活をねこう配信するみたいなね Vlog みたいのもやってもね結構ね、えー、簡単にね成,成果が出てしまうんじゃないかなっていう感じですねところがね何かしんないけどね えー、年齢とかね、は30代ということでね、言わなかったりとかですね。あとはですね、えー、今日は顔がむくんでるとかっていうのをね、えー、妙に気にしたりとかね、えー。男の人っぽくないんですよね。なんかその辺のね、不思議な魅力みたいなのをね、えー、発散してるっていう感じでね、えー。ぜひおすすめのね、YouTuber の方ですね。ということで、 えー、最後まで見ていただかってありがとうございました、えー、基本一人でした